いやいや、まあ、最初これで。はい。はい。はい、どうも皆さん、大泉洋でございます。続いて高木です。ええー、じゃあ、続いてやっていくんですね。はい、そうですよ。はい、はい、来たけど、ここ寝ますよ、これ。ちょっとね、ちょっとだいぶ泥酔。いや、今日はね、やっぱり、あなたたちのなんかイベントでね、はい、やっぱりこの方もね、ちょっとこう心が開いちゃって楽しかったね。一本で終えるはずのワインがね、足りなくて。今日ね、日本飲みました。あの今日一流にいる生だったら休憩の時に買いに行ってね。買いに行ったんですか、まずは。日本目ももう 200cc しか残ってないから。そうですよ、まあ、もうね、もう目が開いてないもん。開いてないよ。開いてないよ。だって、別に君たちのそういう配信で全力を出そうとは思ってないよ。なんて人なの。終わったからって。そうです、今日ね、イベント終わりに今撮らせていただいて、ね、ちょっとあの我々の YouTube、あの今日のイベントでやんなかった1本だけあるんで、それをネタ会まだ見せてくれるのか、俺たちに。いや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 、昔の大泉さんと三田さん、あ、そこでネタをね、まだあったの。いや、ありました、もちろん。これ入ってますかね。じゃあ、大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあ、行きますね。しっかりと、大泉さんの見せ場を待ってから止めるミスター。大泉さんの見せ場を待ってから止めるミスター。いやいや、いや僕はフライパンから食べてもいいけどね。いやいや違うんですよ。見てください、もう、ね、僕持ってきてるんです、このマイクワントローをね。そうなんですよ。でね、その分かりいただくの、これもね、あのイタリアの、ね、料理の店長に頼んでまた生地を練ってもらってるんです。だからもう今日そう作らないと今日腐っちゃうの。だから今回は作るの、僕がこれ頼んだ時にね、店長にね、いやいや大泉さんね、これまた作らないんじゃないですかって言われて、いやバカを言えと、このさすがに作るよと、俺はバラエティの流れ分かってるんだから作らないわけないだろうって言ったんです。そう、だから今日は作るの、作らないと腐っちゃうの、もう。いやいや、だからもう、だから僕買ってきますから。ね。ね。大泉くん、気に入った皿を作りましょう。どうも、ありがとうございます。いや、すごいね。ですね。この、町の鈴井隆之。町のね。ありがとうございます。町の鈴井さんシリーズ。町の鈴井隆之。そこにね、我々ずっと目がいってませんでした。やっぱニコニコ、今か今かと待ってですね。そうそう、待ってるんだねっていう。もう言うのは決まってるんでしょう、ね。そう。多分。おいずっと。いや、そこか、そこをついてくるのかっていう連続でした。今回のあのモノマネの感じも。全てがそうでした。遅いもん、喋るスピードが。そうですか。半分寝てるんです。もう半分寝てます。これは多分、せっかく言うと不思議な現象ですよ。半分寝てるはずに、じゃあ喋ってる。それだけでも、それだけでもすごい。寝言で今喋ってます。そうです。振動感じゃないですか。記憶はないと思う。ただの。寝ちゃう。一応今日聞きたいことみたいなのあるんですけど、そうですよ、我々がその例えばだから料理動画とか上がったりした時に必ずコメントでもう4人で旅してほしいみたいな、この4人でもうどうでしょうやったらいいんじゃないですかみたいなコメントをねしてくださる方が必ずいまして、ね、ちょろいやつがいるわけだ。もう考えがねちょろいわけよ、そういうやつ。急に起きた。気合が急に起きた。我々はね、ねえ、森島さんね、我々は彼らはこの二人に我々が戻れない過去を見ているわけですよ。で、それを今更に受け取って、で、私なんか三田さんに、もうちょっとまあしっかりやれよって。思ってた当時を振り返りつつ、でも売島さんに、いやでもこの鈴木さんのこういう人と、なんて言うんだろう、あの人があったからこう水曜どうでしょう、深み、変な深みができたっていう、それをこう考えるきっかけがあった人たちだから、別に今更
昔の二人と旅したいと思わない。まあ、そして昔の二人でもないしね。ないし。偽物でしょう。今更これは。それはないわ。そっから何も生まれないわ。だってさ、この状態はあなた一週間って無理でしょ。おります、おります。そうでしょ。ね、だからね、こういうことを言うやつがね、やっぱ考え方がね、なんかちょっと浅はかなんだよ。それは厳しく言った方がいいよ。お前受けると思って言ったんだろうさ。なんかエヌベベビーって。そんなの喋ってなんかひどいです。見てるんですよ。そう見てるでしょ。見てるけど、それは反省した方がいいと思う。そういうコメントに対してはね、やっぱり全力でこう行くわけです。うん、だそこはかなり享受してあるんですよ。そうです、そうです、ありますね。なんかね、なんかそういうさ、なんか表面的なことだけでやってるやつってやっぱりダメなんだ。酒も進んでますから私はこれ以上ね、あんまり進行しない方がいいですよ、なんか思ってるんですけど。そうですか、なるほどね、そういうことなんだと。ね、なるほど、そういうことですよ。どうしてんだよね、道しげえって言ってんだっていう話ですよ。話です、その話です。ちなみになんですけど、うん、我々2人で、うん、まあちょっとあのそういうどっかね、旅行でまあお名前しながらロケ行ってみようかなとか思うんですけど、2人だね。そうです、2人で勝手にね、はい、だからそう、まあ1人だけカメラマンで誰か連れてとか、そういうのなんかあります？ちょっとここ行けばとか、ここ行けばってこと、おすすめポイントとか、あとおすすめポイントがいたから俺らは行ったことないとこ行ってこいよ。あ、もうやっぱそっちか。行ったことないとこか。俺らが行ったことがないとこで、なんかその2人で言うんだよ。なんかさ、あの AI っていうものができた時に、はい、水曜どうでしょうの AI ができたら、多分一応今までのセリフとかこう個性が分かってるわけだから、うん、いや大泉さんはそれにこう反対するなとか、はい、ミスターこう言って多分 AI でやったらセリフが出てくるというのはもうあるわけです。確かに。多分ね、我々はね、全然違うことをすると思う。そうですね。正直 AI には AI に言われた通りのことは多分やらないと思う。はい、いうことがあるんだけど、じゃあそれをやるかと。今更南極に行くかと。今更ね、なんかエベレスト登るかとないわけです。やってごらんなさい。南極で行ったらどうなったかっていうことだったら全然。なるほどね。そんなもう企画性がそこに、うん、それはなんか絵的にもいいかもしれない。確かに南極に行って2人で。じゃあそれがさ、ファンにとってじゃあどういう受け止め方をされるのか、うん、君たちには気持ちがいいよ。だけどファンにとってはアカプルコ行って君たちが、いや、おいみさんね、隣の女性に言ってやったところで隣の女性もいないわけで、受け取ってくれないわけで、それを移したところでじゃあどうなんだってなったらちょっとマイナスだね、それは。あるんであれば君たちやっぱり過去の何かを掘り下げていくっていう古墳の発掘みたいな、そっちの方が私は逆に未来があるというか、それだけどもうやってることでしょ、うん、でこれもっと掘る、もっと掘るものあるでしょ。怖いね。何が出てくるか。世の中って多分ずっとみんな未来っていうものが素晴らしいものだっていう発想があるから未来を見てるんですよ。今までの2000年代ぐらいまでは未来ないでしょ。今君たち未来あるかい？全人類ないと。ないでしょ。まあまあ、未来にであれば過去のものを発掘した方が全然そこには明るいものがあるわけです。私過去のものを発掘した方がいいと思うんですよ。そうですね。やってる。で発掘終わらないですから、どうでしょうか。そうですね。で携帯を広げるんじゃないっていうことですからね。なるほどね。あまり別に新しい企画やんなくても。いやいやないですか。これでお客がついてるわけですから。ああそうですか。
ょっとでもその結論だと我々がこの YouTube 活動する上でちょっと困る。ねえ。何がよ。ネタがねなかなか。それでもいろんな動画出そうと思ってたから。それはまたやってみていいんじゃないですか。やってみてね。動画はいくらでも出せるよ、その辺を。発掘していけばいいんだ。発掘してね。だからまあ昔の、それこそカントリーサインちょっと行ってみるとか。いや、その、じゃあさ、未来的なもので言って新しい企画をやるっていうのと、88箇所を例えばね、ちゃんと行くとか、やるっていうのと、これどういう違いがあるかっていうと、その時に君たちの考え方なんだよ。今88箇所をやるっていうことにどれだけの意味があったのかっていうのを君たちが分かれば、多分もうちょっと意味ができると思うんだけど、新しいものの中に君たちはそれを放棄してると思うんだよね、その自分たちの考え方っていうのを。俺はなんか難しいことというか酔っ払ってるから新しい方向に行くってことが彼らの考えを放棄してるってことですね、うんうん、もうちょっと昔のことをじゃあ今さら88箇所を回ってどうなのって言ってるところにあに、疑問を抱くんじゃなくて、そこにこそ発掘の何かがあるっていう。実際88箇所回ってみたら、なんか本当にどうでしょうよりももっとなんかだったとか、はい、みたいなことを発掘する方が、俺はなんか現実的にいけるんじゃないかなっていう。だから本当に212箇所。本当に回ってみたらどうなのかっていう。いやそれはだから途中でやめてみいいのよ。あなるほど、ね、君たちが本当にこれはあのこれはおかしいとだからできねえということを言うとか。なるほど、確かに再検証っていうのはなんか一個いいかもしれない、ね、再検証はものすごい時間かかってくるぐらい無駄にね、 それを体感してくるっていうのは多分そうなんか多分違うものが出てくるんだよね。確かに、ね、なんか今ステージでやってくれてるじゃないですか、はい、そうするとその車の中に乗っていようが、ホテルでソファに座っていようが、同じパイプ椅子を使ってさ、こういうことやってて、そういう意味では、簡略化してるわけじゃないですか、情報をそういうところでしょ、うんうんで。そういうことの中で、我々がなんかその、愕然とするぐらい当時が蘇ることのものをさ、君たちは、なんかこう、その時の現場の我々の機微に突っ込んでるわけじゃない。でそれを君たちのなんかその、完璧に近いなんかモノマネがあるもんだから、こっち側に襲ってくるんだけど、結局そういうところの深いところを舞台なんて実演してる、うん、でそれを結局じゃあ今その2人の体で88箇所っていうリアルの場所に行って何かを再現してやったところでどうなんだろうかって思ったりするね。ありますね。ありますよね。なんかね、あります。そうですよ。彼らはじゃあせっかくこの境地に達してるのに、なるってことにどっかしようとしてるのかっていう長くか。よくないと思うよ。君たちが実際にそっちの VTR 作るのは。逆に、よくない、ね。だから本当にネタで考えるんだったら、1番から88番まで、あの舞台上で完璧に再現するっていうのはすごいよね。うわそれも大技。いや、大技でも。大技も大技ですよ。ねほぼこの人になるけど。そうですよね。あんまりでもたまにね、あの安田さんとあれがあるけど、ね、君だけがあれを全部モノマネするって、モノマネじゃないよね、もう。でもそれは、なんて言うんだろう、君たちがやっているその違う目線っていう中で、こんなとこ目張りじゃないじゃないっていう時に君がそれを大技を出したら、確かに1番から2、ね、24番まで。まあ88まで全部やるっていうそれすごいよ。あれ古典芸能だよね。まるできたらすごいっすね。それはできるかな。出社かじりとかもね、あの動作とかさ、いいよね。で何回かたまーに出てくる。確かにいいですね。いいよね。来た来たって感じもあるし、だからもう多分ドンピシャ確信を最初からやってるんですよ。だから人間そういうとこありますよ。最初に確信に到達してるのに、なんかわざわざ脇にぼやかすってこと、進み返したとか人間ありますよ。なるほど。その誘惑に負けないっていうのも、そう、あ、なるほど。ストレートだけやるっていうね。これは思わぬ深い気持ちをいただきました。今なんかどっかの
行こうと思ったんでしょう、なんかそういう企画で水曜どうでしょうのなんかどっかに行ってなんか2人でそれっぽいものをやるみたいな思ってたんでしょう。まあまあそのねちょっとそろそろチャンネル登録者も20万人いくし、うん、ちょっと大盤振る舞いでなんか使おうかなとはちょっと思ってました。やるなっつってんねこんなあれじゃなくてやるなって、お前本当に本当にじゃあ88箇所全部ポーズあやってみろ。これはお危ない宿題を出されたファーストテイク形式とそれすごいぞこれ悪いけど最近ちょっとミスター人気すごいからさいやー大泉今ちょっとお前のさ一番良善寺からさ2番、これ1、2、3あるからねその1番の名場面を自分でチョイスしてあ3シーズンの中から3シーズンの中で88ポーズしかも88個行ってないですもんね。行ってないそれも虫食いで覚えるの大変だしな。まず88個の寺を覚えることを確定しいやー打ち切り6分どこかやそれをやって跳ねたぜあいつら当たってるそっかいやーめんどくせえな確かにでも記念生配信みたいなのありますからね。これは生配信とかそのねよかったね。そういうアイデア出てきよ。いやすごいアイデア。いや次でもいい次でもいいけどね。ちょっと大ネタ。だね前半。僕はもういくらでも今は平気な顔していられますけど。大ネタによっては全然僕側がきつい時もあるわけです、ね、あるあるある俺が切り取るんだからいいねいや見てみたいね。いい往年の大泉さんのあの元気な一番良善寺ってどうやって行ってたんだろうって通らなきゃいけない道の気がしますね。これの回をこれは通らなきゃいけないんじゃない。うん、いやもう第1回の四国の時の一番良善寺の言い方と3回目の良善寺の言い方とか言われたらもう全員ファンは失禁するぜ。それはひどいよね。そんなこと言ったらひどいよ。さすがにちょっとやりすぎだと思われたのに。いやでもちょっとなんかねやっぱりね芸ってそれはさ気づかなかったからさ、初回の一番良善寺っていう時の多分ね、あいつこうやってたと思うんだよね。だって監督にサイドのね、客がいるいないも違うもやってましたからね。もうすでにやってるんだよ。それを続けて88回1、2、3を全てやってくれるって言ったらもうファン多分それこそ失禁するぜ全員いやもうやめてくれとこれは24番まででやめてくれとぐらいだよね。これで5回ぐらいダービーできるぜそうっすよね。88はできない、1回じゃ無理ですよ。12番翔さんぐらいでやっぱり88で全部見ようんですか。いや無理じゃん続けて。いやネタはあるんだけどとりあえず今度は12番翔さんやめてくれぐらいな。12番小三寺の第1回目と3、2回目と3回目の違いみたいな。どうしようちょっと疲れてる時に編集したら今のとこ全部カットしちゃう。とりあえずだから88箇所分のポーズを一続きでやるってやったらそれはやってほしいよね1回ね。その後に1回その1と3の違いとかやっていけばありがとうございます。ちょっとまだまだまだあるよ。まだまだ、ね、あるよ。ある意味では旅がどんどん続いていくという感じが。遠くに行かなくてもいいよしましたけどまた遠くじゃないやっぱりそうですね。先やるまでにははい、またちょっとまた身の引き締まる回になりました。ありがとうございます。また4回5回よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。やるぞ